今日からみんなと一緒に学んでいく宮沢真理さんです。宮沢真理です。美しいこの街で素敵な高校生活を送れたら嬉しいです。鍵引き、なんでわざわざこんな田舎に転校してきたの？心が風邪をひきそうだから、おばさんのとこでゆっくり休んでらっしゃいって言われた。一緒に行こう。日玉だよ。日玉？この人が死んだ女学生の一人かな。私の強い思いを受け止められる？ああ、やっぱ俺東京行きたい。会いたい人もいるでしょ、あなたの世界に。ありがとう。ずっと忘れないから。